平成31年4月2日火曜日英語ニュースの時間です。 5 other error name candidates identified。 新元号6案すべて判明、令和後半は中に進むしか。今日も昨日に引き続き令和のニュースをお届けしていきたいと思います。今日の記事は NHK ワールドからです。はい、昨日も令和のあの動画アップしてたんですけど、あの動画、私朝6時にアップして、でその後11時40分ぐらい、あの、ね、令和ってこう発表されて、わーっと思ってもうすぐねタイトル変えたんですよ。そしたら、ちょっと昨日の動画のねコメント欄ぜひご覧いただきたいんですけども、ちょっとすぐタイトル変えたので、あの YouTube ってねタイトル後から付け直せるんですよ。タイトルもあと動画の概要欄の文とかもあの修正したり、書き足したりとかできるんですけど、で令和のねあの後はこうこれから日本はどうなるみたいなタイトルつけたら、コメント欄にこの人当ててるよみたいな、なんかお前予言者かとか ね、これはやばいみたいなあのコメントがたくさんあってですね、ちょっといつもと違う感じのコメント欄になっていますので、よかったら見てみてください。はい、では今日の見出しいきたいと思います。 5 other error name、 5つの違う、ね、別の他の error name、 error、 これ、昨日のコメント欄でも、あ、エラーってどういう意味だったっけっていうコメントいただいてたんですけど、エラーこれ時代という意味です。5つの違う、この時代の名前で、今回このエラーネーム、これでですね元号っていうことで、英字新聞いろいろこのエラーっていう単語最近見ることが多いんですけど、がキャンディレイツ、あ、がじゃないのね、キャンディレイツ、候補者、候補になったものが identify、特定するという意味です。あの ID カードとかね、 identification カードで、個人を特定できるものだから identified、 あの identification カードって言ったりするんですけど、 identified、ね、この、候補が特定されたということで、これねなんで、バレちゃったっていうか、こうね外に出ちゃったのかっていうのも今日結構あのニュースになってましたけど、Sources say、 ソース情報源が言うことには、栄光休暇講師バンナ and 万法 were also considered が、also これらもねまた considered、 熟考されたということですね。 consider はあの think、 I think、 私はこう思うとかのあの think とは違って、本当に熟考する、じっくりしっかり考える、っていうね、こうあの熟考するときに使う英単語です。であとポイントなんですけど、今回みたいに栄光休暇講師バンナ and 万法みたいな感じで、英語では3つ以上のものを、示すときは最後のものの手前に and を持ってきます。栄光休暇講師バンナ and 万法みたいな、何々何々 and 何々みたいな感じですね、3つだと。で読むときは栄光休暇講師バナ and 万法っていう形で、上げて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 最後落とすみたいな感じですね。まあ、3つの場合だと何々何々 and 何々みたいな感じで読まれることが多いです。はい、そしてThe government says it will not disclose the name of the person who proposed Reiwa, but it is believed to be Japanese literary scholar Susumu Nakanishi. はい、政府は it will not disclose ね、disclose これ暴露するとか内容を開示するという意味です。The name of the person、この人の人物の名前。Who proposed? プロポーズ、結婚してくださいとかの、 あのプロポーズもありますが、提案するという意味ですね。令和を提案した人の名前は disclose、 暴露しないと言っているんですけども、 but it is believed、 こういうふうに信じられている、思われている、
to be Japanese Literary Scholar 進中西、日本文学者の中西進さんじゃないかというふうに言われているみたいです。 He specializes in 万葉集。中西さんは万葉集を specialize、ね、専門とする研究されている方なので、今回令和は万葉集出典だからね、中西さんじゃないかと言われているみたいです。はい、令和これでね、令和って令和、お花のつぼみがふわっと開いて前に進む、これが令和の手話みたいです。